昔、ある小さな村に住む子供たちが森の奥深くに広がる不思議な場所を見つけました。彼らはその場所を森の奇跡と呼びました。この森は普通の森とは違い、夜になると光り輝く花が咲き誇り、風に乗ってかすかに優しい歌が聞こえてくるのです。ある日、村の子供たちは興奮気味にその不思議な森に足を踏み入れました。彼らは木々の間に散らばる光り輝く花に驚きながら歩いていくと、小さな生き物たちが彼らを迎えました。それは優雅な白いウサギや色とりどりの蝶々、小さな妖精のような存在たちでした。ようこそ森の奇跡へと言うと、ウサギが先導して森の奥へ案内してくれました。森の中には神秘的な池があり、その水面には星々が映り込んでいました。子供たちは驚きと感動の入り混じった気持ちで眺めていました。池のほとりに佇む古い木の下で、彼らは神秘的な存在に出会いました。それは森の守り神と呼ばれる美しい女性の姿をした存在でした。彼女は子供たちに微笑みかけ、森の奇跡の秘密を語り始めました。この森は自然と調和し、心の優れた者たちが訪れることで成り立ちます。そしてこの輝きは森の守り神が見守ることで保たれているのです。守り神は村の子供たちに、人々が大切な価値観や自然との調和を大切にし、心の美を育むことが森の奇跡を生み出す鍵であると教えました。子供たちはこの出会いをきっかけに、村に帰ると森の奇跡を大切にするようになりました。彼らは自然を愛し、心豊かな日々を送ることで、村全体が温かな光に包まれるようになったのです。そして、その光は遠くの他の村にも広がり、森の奇跡の存在が広く知れ渡ることとなりました。こうして、村の子供たちが見つけた森の奇跡は、人々の心を癒し、自然との調和を守り続け、その奇跡は世代から世代へと受け継がれました。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。とても楽しい時間を共有できましたね。もしまだいいねやチャンネル登録をしていない方がいれば、ぜひお願いします。これからも素敵なコンテンツを毎日お届けしていきますので、お見逃しなく。そして、ご質問やコメントがありましたら、どんどんコメント欄に書いてくださいね。皆さんとの交流がとても楽しいんです。それでは、次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。